321スタート。さあラウンド2見てまいります。1回戦を勝ち上がった悪徳選手、こちらアメリカですね。対するはシードです。KIA 選手、国防です。実況は私宮西25が、してまいります。よろしくお願いします。悪徳選手はね、ラウンド1勝ち上がってきてます。KIA 選手はシードなんですが、まあ、プレイヤー情報をお伝えすると、さっき勝った。さっき勝ったって、このゲーム。このゲームで、ね、さっき勝ったんだって。というか、このゲーム、今、まあ、今、時間が9時40分なんですけれど、18時からチェックインができたということなんですけどね、そのちょっと前に勝ってたんだよね。だからもう、ほぼ飛び入り参加。ほぼ飛び入り参加ですけれども、どの程度動けるのかね、ぜひ見ていってください。そして悪徳戦車はパスファインダー出てますので、すいません、パスファインダー出てますので、空挺センターですね。はい、パスファインダー1部隊、追加生産してからの、バラックスです。対する国防 KIA 選手の方は、T1 から、フォルクス、グレン、パイオ1部隊生産からのグレン MG なんで、まあなんかもう古くからの使用位置やってるって感じですよね。うん。まあ、KIA 選手にとっては、まあ COH1 かなりやってた人なんで、COH の基礎は分かってるんですよ。COH の基礎は分かってる人なんで、あとは、この10年来の、このね、新しくなった使用位置にどれだけ適用できるか。見たこともない、感じたこともない、こう、動きやユニットにどう対応していくかっていう、ほんとその場の対応力が試されるわけですけれど、悪徳選手もね、相当、レート高いプレイヤーなんで、まあ、ひねり潰せるかどうかっていうところになってきます。まあ、パスファインダーはね、まあ、今でこそこのユーティリティパッケージ必要になりましたけれども、明らかにこいつ初見殺しユニットなんで、スモークだし、ライグレも結構初見殺し要素を強いと思います。ライグレほんと避けられんし、スモークでむちゃくちゃされるのもなんか、えってなるし、ここはね、その COH1 だけだと対応しきれないですね。2やってればある程度対応できるんでしょうけれども。さあ、KIA 選手の方はマップ北側はパイオニアだけ、南側にと寄せてきています。アメリカ側もライフルマン、アメリカ側ばらしてますね。北側にライフルマン、南側にもライフルマン1部隊なので、広くマップを取りに行くような形か、それとも、ライフルマンがキャプチャーせずに向かっていくので、これ MG のフランク狙ってます。側面攻撃を狙ってライフルマンが北側から入り込んでくる。ここで、グラナディアと勝ち合う形になった。なんかこれだけ見てると本当に COH やってるなって感じですね。これ COH やってるね。そうですね、ちゃんと MG も、まあ、フランク警戒で動かしていく。ライフルマンもそうですね、ここはもう戦う場がないということで、おそらく北側のライフルの増援に向かったでしょう。さあ3部隊のライフルマンが出てきています。 MG が内側に走っていきますね。ヘビーカバーにお互い入っているので、まあ、時間稼ぎはできるか。これ SP が取れてないので、北側の資源が全く繋がっていません。国防。さあ、ライフルマンが、そうです、MG のいないポイントに入ってきて、たまらず、グレナディアと MG も帰っていきました。うん、このライフルマンが相当時間稼ぎましたね。十分仕事したと言っていいでしょう。さあ、KIA 選手、マップの知識もないので、どの辺に MG を置いたらいいかっていうのも、ほんと手探りです。ここで、ライフルは捕まえた。悪徳選手はこの、壁にね、隠れて視界が取れないところに行こうとしましたが、MG のサプレスの方が早かった。ただ、その間、MG がちょっと下がった間に、パスファインダーで VP と石油銃を抑えたので、悪徳選手側もそんなにマンパワーのロスがない状態で資源を取れたといえば、この打ち合い、アメリカの方に利があったと言ってもいいかもしれません。うん、国防側 MG をこう、動かされてしまったっていう感じかもしれないですね。
さあ、そして T2A の建築が始まっています。ここで空挺が飛んでるので、エアボーンかな？どっかにエアボーン落としましたね。あ、こんなところに落としたんだ。MG を、そうですね、MG を動かすためのエアボーンだったでしょうか。MG はたまらず家の中に隠れます。さあ、ライフルマン。ああ、ここでグレネードの研究は完了した。タイミング的には完璧だ。MG がフォーカスできない。ここでライフルマンが接近する。エアボーンがおとりになってサプレスされる。ライフルマンが3方向から MG が入った家を取り囲む。グレネードまだ投げないか？投げなくてもいいということかもしれないですね。ここで MG が家から出ました。リトリート。そして、数的優位を持ったライフルマンが、グラナデに詰めていきます。これ、良かったですね。エアボーンに気を取られた、まあ、そこで逃げていった MG をライフルマンで捕まえる。アメリカとしてはかなり理想的な動きできていました。さあ、ここでまたエアボーンを空中投下。VP を取りに来ていた HP の少ないグレーに対して、かぶせていきます。ライフルマン3部隊にエアボーン2つですからね。だいぶ歩兵に寄っているし。あ、てかサポートセンターまだ作ってないんだ。なるほど。メディックステーションこそ建てているものの、サポートセンターまだ建ってないですね。サポートセンターってこう100の30なので資源的にはすごい建てやすい。早めに建てたくなるようなところではあるんですが、それを、まあ、前線歩兵の方にマンパワーを寄り裂いていきました。うん、確かにその方が戦術的にも制限されないし、まあ、とにかく序盤優位取れればいいっていう、そういう考え方かもしれないですね。これで BAR を持っていなくても数で勝っているので、歩兵同士の打ち合いではアメリカ側は優位に運んでいます。なるほど。あ、サポートセンター縦に行かないですね。結局 BAR はサポートセンターがないと研究できないので、まあ、このままモータープールに行くのか、それとも BAR 取るのか、まあ、どちらにせよ、サポートセンターが欲しいんですが、まだそれを立てていない。もしかするともう一個エアボン落としちゃうかもしれないですね、立てる前に。グレネードを持っているので、グレネード突破するか、あー、MG が囲まれる !3 方向、4方向か。歩兵数が多い分、フランク、側面攻撃がかなり綺麗に決まっています。悪徳アメリカ。いや、これは、理想的な動きしてますね。KI 選手もちょっとマップの連動がそれほど高くないところもあって、いいようにライフルマンに動かれてしまっているところはあるでしょう。ここで、パスファインダーこそ動きを止めるものの、ここでグレネード、肩がいいな、こいつ。さあ、MG がリトリートです。あら、本当にグレネード取っただけで、これだけ、優位を取れるんだったら、アメリカとしては万々歳ですね。ライフルマンがすごい生き生きと歩き回っている。そして MG を追い返したタイミングでキャプチャーを広げて、まあ、より資源を多く獲得していきます。はい、ここで、MSC ですね、機械化支援センターを建ててきましたので、まあ、ライフルマンの強化は最低限にとどめて車両と、まあ、資源的にはもうタンクデポ行ってもいいぐらいありますので、まあ、シャーマンかな、まあ、ここであえてチャーフィーやら M8 やらっていうのも考えにくいですからね。さあ、KI 選手としては VP も3つ取られてしまっているので、マップ中央もしくは南の支配をしていきたいところ。ああ、パンツァーグレネード出てきています。 T2 あん T2B だね、これ。 T2B です。 PG が出る方だ。 PG はアサルトライフル持ってるので近距離がめちゃくちゃ強いですが、あ、シュレックは持てないので今あんまり選ばれない方の T2 ですね。あんまりちょっと
国防で PG は見かけないことが多いんですが、さすがにあの無強化のライフルマンは相当削ってくれます。さあ、KI 選手はマップ北側の VP と石油を取りに行こうとしています。ライフルマンとしても散発的な戦闘は、まあ、むしろ持ってこい、まあ、どんとこいというところでしょうか。そうですね、タンクデポの建設が始まっています。悪徳選手のアメリカ、まあ、資源的にももう石油95ですから、まあ、なんならシャーマン、普通のシャーマンでもドーザーシャーマンでもどっちでもいいよっていう状態ですね。 MSC の方は何もアップグレード入ってませんので、まあ、まずはシャーマンを優先するっていうところでしょう。対する、あー、スタック、なるほど。あ、違う、 T4 だ。え、どこ、あ、これ、あ、これデポか、ごめん、タンクデポか。スタークの今ね研究したんで3突ですね。スタック出そうとしてますね。確か3突は石油50なので、まあ、シャーマンに対してだいぶ安いということと、あの3突の機銃が結構歩兵に対して強いっていうところで、まあ、十分対抗していけるユニットです。なんとか VP だけでも抑えて、その時間をですね確保したい。やっぱり VP がないと焦って前に出ざるを得なくなりますから、そういう状況だけは防ぎたい。悪徳選手もちゃんとパスファインダーのフレアをうまく使って視界を取ってます。 MG に引っかかってリトリートされてしまう、まあ、それがアメリカにとっては苦しいところなので、それが起きないように、ちゃんとユーティリティパッケージを取って視界を取って相手の MG のいないところを攻めようとしている。さあ、アメリカとしても急ぐことはないので、あんまりアメリカ側が突っ込んでいくことはないですね。さあ、ここでシャーマンの生産が完了しました。さあ、対する KIA 選手の方はまだ対車両は出ていないので、まあ、このシャーマンの登場でまた状況を返されてしまう可能性が高い。さあ、シャーマンここでお披露目と気づきました。下がります。エアボーンが未だにどっちも武器持ってないっていうのが怖いですね。まあ、どっち取ってもいいって感じなんでしょうね。さあ、 AT がないのでちょっとシャーマンを止められていない。反突が来てくれればというところ。ここで BR をようやく取ったライフルマン。これ BA 弾薬一気に減ったんで、みんなバー2本、あ、でも2本目は持ってないのか。弾薬60高いよな、やっぱな。さあ、シャーマンがどんどん前へ来ていって、まあ、多分パックとかがないことは分かりきってる。ここで KIA 選手、シャーマンが止めきれない。 GG。アメリカがね、マジでこれ側面攻撃うまかったっすね、これね。まあ、KIA さんが本当にぶっつけ本番だから、ぶっつけ本番だから、その知識が足りんというのはもちろんそうなんですけど、にしても、空挺の落とし方とかね、ライフルマンの前の出方、フレアの打ち方、この辺がね、すごい参考になるところは多かったですね。